投下編の実践っていうのは、今までですね、この映像が出るまでは模擬授業という形で、先生方相手に向山先生が投下編の授業をするっていう形 でその時に初めて世に問われたっていうことなんですけども、この作品は焼き物作りという題材を使って何を言いたいのか、これをノートに書いてみてください。何を言いたいのか、ノートに1行あるいは2行程度、討論というよりは個別評定でやっていって全体を収束させていくということですから、私たちが勉強していく上では非常にありがたかったですね。まあ一回私たちも勉強してしまえば他の作品にも転用ができるから、それでずっとある程度の高校の授業の、レベルって言いましょうかね、それは保証できる。いつも全体を扱うんですね。でシステマチックです。最初に起承転結分ける、そして事件に分ける、事件を要約する、そしてモチーフ、題材ですよね、繰り返し出てくることを洗い出していって、そして主題に持っていく、単元全体がもうかっちりしているので、一回やっちゃうと次の教材も同じ形でできるんです。すごい授業しやすいし、僕は国語の授業のゴールっていうのは主題を考えさせることだと思うんです。文学の作品をどこまで授業したら授業したことになるのかっていうところが、若いうちとかわからないし現場で教わることはない。でも主題までやるっていうのは誰でも知ってるんですが、やり方が全くわからない。でもこの向山先生の実践は、その主題を明らかにするまでのそのプロセスが極めて明快に示された、そういう意味で山梨の討論評論文と双璧なのかなというふうに考えます。